これが東長崎駅前通りで、昔俺が住んでた町。ここの駅前通りに福神があって、もうほぼ50年前からこの福神があって、これが俺の大昔の漫画友達の辰野くんがバイトしていたところ。俺もここのマスターやバイト仲間と結構親しくなって遊んでた時期があった。まだ福神がここにあるんだけど、あの頃の福神はもっとボロボロで、数年前に来た時も結構ボロで、ここ数年でなんか洒落たビルになっちゃってる。相変わらず福神というロゴマークはダサいけど、